取り付けた状態、デジタル容器がいいよね。横から、取り付けたと言っても、ただ巻いただけ、強いて言うなら、ワイヤー類と一緒に巻くと、テンションがかかって良い感じ。バンドの素材はラバーだから、劣化に注意、特にのざらしはまずいかも。乗らない期間が長いなら、取り外した方がいいね。ハンドル切っても干渉はなし。チプカシならではの薄い作り様々だね。機能紹介、ライトは LED 好み、暗所での使用は向いてない。目覚ましアラーム、スヌーズ機能はなし。一つの時間だけ設定できるよ。1時間おきに。教えてくれるやつもあるよ。ストップウォッチ、多分スタートとストップだけのシンプルなやつ。このモデル好きすぎて人間用も持っているよ。バッテリーが7年持つ点も良き。メーター周りがシンプルなセローには、主張しないチープカシオが合うねってなことで、1000円くらいで買える F84W のレビューでした。